こんにちは、アドレスホッパー静香の C チャンネルです。今日は茶壇周辺の、交通手段についてちょっとお話ししたいと思います。今日ねちょっとホテルを移動して、ちょっと背景変わってるんですけど、またねホテルの紹介も近々したいと思います。最近もうね茶壇に来て2週間ぐらい経ったんですけど、この辺でね、移動するときはホテルに、自転車を借りて移動しています。で結構ね茶壇って、観光地というか、近くにアメリカンビレッジがあったりとかで、カフェとかね飲食店とかすごく多いんですよ。なのでお昼とか夜ご飯とか結構食べ歩くことが多いんですけど、本当にね徒歩で行ける距離でもたくさんありますし、自転車があると本当に行動範囲が広がるので、もうめちゃくちゃ行ききれないぐらいたくさん飲食店があります。そうそう、でも自転車があれば本当にどこにでも行けるので、自転車を利用してはい、あちこち行っています。はい、でなんかねホテルじゃなくてもアメリカンビレッジの近くにレンタサイクルやっていたりとか、あとリモがレンタルされていたりとか、結構沖縄に来て最初の頃に紹介させていただいた電動スクーターみたいな、電動キックボードか、はい、あれをねレンタルされてるところがすごく多いので、あれがあれば本当にいろんなところ回れるのですごくいいなって思いました。はい、で那覇から茶壇に来るまでは空港からシャトルバスが出ていたり、あとは普通にバスが走っているんですけど、シャトルバスだと、空港から、ヒルトンホテルまで、810円で片道だいたい1時間ちょっとかな、1時間20分ぐらいで着くんですけど、普通のね各駅バスみたいなやつだと、2時間弱ぐらいかかるみたいですね、調べると。で結構遅れるみたいなので、シャトルバス利用した方が良さそうだなっていう気はしました。はい、なので私は沖縄に来てから、車を全然乗ってないんですけど、友達が来た時くらいしかレンタカー借りてないんですけど、本当に茶壇にいても車必要ないなっていう風に感じています。住む分には、はい、観光とかするとやっぱりあった方がいいですけどね。はい、そんな感じです。はい、私の交通手段徒歩プラス自転車です。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバーイ。